上新ウェブで4月28日にタダでもらったアイテム。前回の動画は N018 です。第4ピリオドが終わりました。これまで制作にかかった時間はご覧の通りです。このタイムマシーンに登場する人はこの人、トランクス。では、作業に取り掛かりましょう。説明書より1工程で1つの動画としてアップロードします。必要なパーツはあらかじめランナーからカットします。今回組み立てに必要なパーツはこちら。これまでかかった時間は3分14秒です。今度は各パーツの完全なカットです。4倍速です。H1、H4 のカットに入りました。以前この色のパーツでデザインナイフで綺麗に削ろうとしたら削りすぎてしまった。なのでデザインナイフはよほどでない限り使いません。すべてのパーツのカットが終了。これまでかかった時間は6分42秒。E1、14、E2、18、計12。パーツの突起部分にはめ込みます。3倍速。今度は H1 と H4 を組み合わせたものを上からはめ込みます。トリセツのように上からのアングルです。ついでに下からのアングルも。今度は全体を回転。H1、H4 のパーツをかぶせ、高さは約2センチ増して、約21センチとなりました。組み立て完了。これまでかかった時間は8分45秒です。こうして第5ピリオドは終了。今回は特に問題はなかったです。あと、高さについては、キャノピーパーツを取り付ければ全体の高さとなる。このパーツの取り付けはタイムマシン本体最後、第11ピリオドで行います。